20代最後なんですよね。父ちゃんとかおじいちゃんがもう60行く前に死んでるんで、二人とも。まあまあ俺もそうなんやろな、みたいな。普通に言ったら。まあ20代10年経ったわけなんですけど、長かったな、10年。10代の最後の最後に、オールザッツ漫才優勝できたから。2015の M1 グランプリタコ負けでお笑いやめかけて、ABC お笑いグランプリ優勝。M1 準決で負ける。最低の記憶。次の年優勝、2018年。25歳で M1 優勝はね、早いって言っていただくこと多いんですけど、浅い!しんどい。予定では、20代前半にどっちも優勝するつもりやったんで、まあ、優勝後のこのテレビの露出とかは、嬉しいかな。もう30になってまうんかっていう、焦りの方が、今そうだからテンション低いです、僕。この20代最後。19歳の最後にこんなこと思ってなかったんよ。いいね、俺、って思ってたからさ。わ、俺30なんのか。最悪やな。まあ結構トップレベルで僕、若いのにすごいなって言われてきた人生ですからね。間に合わんかったな。失敗もしてるしな。キングオブコントも優勝しようとして失敗してるしな。去年一昨年とか。えぐいことができるような。芸名も変えるか?粗品?いつまで?20代やからおもろかったんちゃうの?粗品って名前。佐々木やろ。得てして。